バイカエンコーズ心エンカン像森狙い戦から1821年8月18日は、日本の江戸時代後期の絵師。通称は八兵、衛、なお、守るゾ字は祝賀。豪としては、祖先、助関祭、霊明庵、野号の花屋も用いた。仮の葉や丸山王居などの影響を受けながら、独自の画風を追求し、養子、森鉄山へと連なる森葉の祖となった。 主として、動物画を描き、とりわけ得意とした、猿画の代表作として、秋山遊ぶ猿図がある。森狙い線の生涯については残された資料が少なく、かなりの部分が不明である。1747年、絵師の森助関西という絵師の三男として生まれる。兄に、森高信、森山根坊がいる。出生地については、大阪説、西宮説、長崎説がある。 いずれの説を取るにせよ、大阪を中心に活動した。はじめ、勝部女助春祭について仮の葉の技術を学び、助寒祭と合した。天明四年史の助春祭が没するあたりから、陳南平や丸山王挙の影響を受けて、画風を変え、写実を重視するようになり、猿賀の名手として評判が高くなったと考えられる。天明八年成立と推定される、大田南保、波人収周囲に、 祖先ザルガという教師が載っている。還暦を迎えた文化四年に、それまで祖先としていた豪を狙いせんと改める。1802年に刊行されたむしろ箱寺町、何はなまりに紹介される文化十一年1814年には柿の下の神社に絵馬を奉納する。1821年、大阪で没した。墓所は駅王山西福寺にある。時計である。 森山根坊の子であり、丸山王居の皇帝でもあった森鉄山を養子に迎えた。鉄山の後に森一方、森関西が続き、森派と称される。弟子に森春景、中殿赤月園など、残されている作品のうち90%以上は猿の絵と言われる。柔らかな体毛の質感を表現する技術。 個々の猿の生き生きとした表情やユーモラスな仕草を描く、構成力、巧妙な擬人化による親しみやすさなど、狙い線ならではのものである。猿がに習熟するにあたって、漁師に生け取りしてきてもらった猿を観察して猿がを描いたが、それでは自然そのままの猿を知ることができないと知人に指摘されたため、山野で猿を観察することに数年を費やしたという伝説がある。 他にも鹿、タヌキ、猫、虎などの動物画にも秀逸なものが少なくない。反面、山水画や人物画はほとんどない。2006年12月現在、秋山麻生部サルズが重要美術品に認定されているのを除き、国の重要文化財以上の指定を受けている作品はない。地方自治体の文化財として保護されているものとしては、 大阪府指定の志雲寺本堂内陣長獣が明石指定の猿のズエマがある。宇宙桜五匹猿図は2005年の切手趣味週間にちなむ80円郵便切手の図案に採用された。ウィキメディアコモンズには森狙い線に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。